正直乃木坂46という大きな看板を外してまた一から頑張るってことはすごく不安なんですけど、でも自分の次の夢に向かって決めた道なので全力で頑張りたいと思います。卒業の日にちなどはまだ決まっていないので卒業の日までよろしくお願いします。ありがとうございました。最後に深川からメンバーそしてファンの皆さんへ感謝の言葉。まずメンバーのみんな、まだこれ今回の収録で、みんなに会えなくなるわけじゃないけど卒業しちゃったらやっぱこのなんだろう、なんか控え室とかでワイワイ話してる時間だったりとか、なんかお仕事以外でもなんかお仕事以外のそういう時間がすごく楽しかったりしたから、一人になっちゃったらその賑やかさも感じれなくなっちゃうのかなって思ったらすごく寂しいけど、でもなんか、ずっと会えなくなるわけじゃないからみんなとはこれからもずっと長く付き合っていけたらいいなって思ってます。あと番組を見て応援してくださったファンの皆さん、乃木坂でどこから始まりなんかバラエティで最初はすごく苦手意識があったんですけど、すごく温かいスタッフさんとバナナマンさんとメンバーのみんなとで約4年半のびのび収録させていただいて、いつも収録の日がすごく楽しみでした。これからは視聴者として応援していきたいと思いますので、皆さんこれからも乃木坂46をよろしくお願いします。ありがとうございました。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。はい、ということで、はい、じゃあ最後に深川から言ってもらってお別れにしましょうか。はい、皆さんありがとうございました。そして来週も乃木坂工事中見てください。また来週ありがとうございます。深川さよなら。ありがとうございます。本日番組卒業の橋本からメッセージ。最後にこうやってみんなとわちゃわちゃ笑ってこうやって収録ができてよかったなと思います。それと明日ライブに来てくださる皆さんもたくさんいらっしゃいますが、多分来れない方たちもたくさんいらっしゃると思うので、多分そういう方にこうお会いする画面越しにでもお会いするのはこれが最後だと思います。本当に 5年半近くたくさんの声援と応援をいただいて本当に嬉しかったですし、それがあってだから今ここにいれると思います。本当に皆さんありがとうございました。これから私も頑張りますので皆さんも幸せに過ごしてください。ありがとうございました。最後の挨拶も橋本らしく笑顔で終了。5年半お疲れ様でした。そしてさようなら。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。イサキ何匹目だろう。シングルヒットしますように。ヒットしますように。ライブ終了後、仲本の元へ番組では最後の共演となるバナナマンが激励に。寂しくなっちゃうよ。本当ですか。いや本当にありがとう。はい、この番組でなんかお二人が姫さんって呼んでくださるのが私も嬉しいです。そうだよね。まずなんか姫さんっていう子言いたくなったよね。姫さんは。そうだね、こちらそうだね。嬉しい。じゃあちょっと俺から日村さんに渡して、日村さんか姫さんどうすればいいの。じゃあ、私が。じゃあ、はい、卒業おめでとうございます。はい、おめでとうございます。お疲れ様、本当に。ありがとうございました。あと、これは俺らからちょっとプレゼント。いいんですか。もちろん、姫さんのために。ね、中見てみて。いいですか。うん、どうぞ。じゃあ、開けます。なんか重たい。やっぱさ。ちょっと寂しくなるけどさ、なんだろう、あー出たー。なんだみんなやっぱね、ヒメタンというのね。ヒメタンといえばみんなボールなんだ。ヒメタンの隠しミートボール。
いやいやいや、やっぱりな。食べて。はい、いっぱい、こんなに。相当あるから。めっちゃいただきました。相当あるから。はい、ありがとうございます。いや、とんでもない、本当。本当、ありがとうね。楽しかったね。これからもね。頑張ります。ありがとう。乃木坂ちゃんをよろしくお願いします。わかった。乃木坂ちゃんって最後言ってたよね。乃木坂ちゃんね。よかった、でも。ありがとうございます。いやいや、はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。ごめんね、ミートボールいっぱい。全部食べます。まだミートボール好き。私ですか？あんま好きじゃない。まあまあ、でもご飯といえばミートボールだと思ってます。本当？はい、そっか。そうでもねえな。違う、大人になったからね。大人になったからね。ミートボールって言ってるわけねえ。中本、卒業おめでとう。最後に卒業する伊藤真理香から皆さんへ。番組通して覚えてることあります？オオカミとか、うん、インフルとか、うん、なんかすごい踊ってくれたのが。ああ、なるほどね。ライブなんだったね。俺はあの手にこう、うん、あれつけてこうなってるのがすごい。あれは去年かな。よかったね。あれはよかったね。あれ最近だけどね。一言もらっていいですかね。見てる皆さんにも、スタッフさんにも、バナナマンさんにも、あ、成長したなって思ってもらえるように頑張りたいなと思います。ということですね。そうそう、うん、お疲れ様でした。お疲れ様、頑張って。はい、お疲れ様。ということでね、はい、河村ロッティ、うん、ね、3月いっぱいをもって乃木坂卒業ということでね、はい、うん、まあ、番組ではね、はいはい、日村さんもね、ロッティの真似したい。やー、ほんまやね、ダンサイコやで。ダンス好きやねんな。ほんまダンサイコやな。っていうこのイメージ強いよね。そう、俺がやった後にロッティがやると、うん、俺のものまで全然似てねえなって改めて思いますね。これからもでも歌とか続けてくる。そうなんですよ。なんかまあ同じ音楽の世界なんですけど、うんうん、ちょっと方向性を変えて、もっと自分からいろいろ発信していけたらなと思ってます。本当、はい、じゃあどっかでまたね、会うかもしれないね、はい、頑張ってね、これからも、はい、ありがとうございます、うん、お疲れ様でした。どうもありがとうございました。それではファンの皆様に最後のメッセージ。はい、今まで7年間ずっと応援してくれたファンの皆様、本当にありがとうございました。これからはあの芸能界を引退せずに、まだまだあの頑張っていくつもりなので、応援の方よろしくお願いします。お願いします。頑張ってください。はい、そして生駒からメンバーへ感謝のメッセージ。そうですね、なんか自分のためにこういう風に時間を割いてくれることと、やっぱり我慢できないですね、うん、涙を流してくれる人がいるっていうのを教えてくれたのはメンバーで、卒業だからとかじゃなくて、まあ今までの活動の中で私はどちらかというとみんなにフォローしてもらえたからセンターができてたし、意見を変えることができなくて暴走気味な時もありましたけど、うん、そういった時にみんなの存在に助けられたし、みんなに本当にフォローしてもらったり、自分を助けてもらった時たくさんあります。このメンバーだったから私はここまで続けてくれました。本当に冗談じゃないですね。とっくの昔に辞める時だってあったと思うし、本当にこのメンバーに巡り会えて本当に良かったです。うん、本当人が嫌いだったけど好きにさせてくれて本当にありがとうございます。はい、はい、いいね、はい。終演後、バナナマンと番組最後の今日。お疲れ様。いやね、あ、どうだった？楽しかったです。楽しかった。本当に楽しかったです。本当。何回も泣いちゃったね。やっぱ泣いちゃったね。1回目のアンコールの後かな。なんか手繋いでるって。だから俺らも手繋いでる。
そうそう、いやいや、なんてこと言うんだって。やめときがわかんないから、多分俺だと最後まで最後までやってる。差し入れもそうだね。あ、やったー、これ、すごい、すごい重いんだけど、なんですか、すごい、本当に重い、開けられる、あの、パサパサシリーズで、うわー、すごい、カステラ、カステラ好き、めっちゃ美味しそう。あの、ライブの後にパサパサのカステラ特集で。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。お疲れ様でした。ここで先日卒業が発表になった斉藤千春と相良伊織から皆さんへご挨拶。なんか寂しくなるけど、ね、いや本当だよね。番組通してなんか思い出とかありますか、うん、中3組のロケとか、 あと軍団の対決だったりとか、チューリップのが楽しかったなと思います。斉、ね、はい、藤家の歌が印象的ですか。懐かしいな。どんなだっけいいですか。なんだろ、みんなみんな手をつなごうようです。これだよ、見返るね、あの頃がね。いや見返るよ。相良は俺印象的なのはなんかカメラやってるっつってさ、うんうん、あ、はい、すっげーお金崖んとこで写真撮ったあった。どうやって撮ったの、どうやったんだこれってやつ、うん、オーストラリア行った時の、ね、番組通してね見てくれたあのファンの方、うんうん、ちょっと一言、はい、ね、はい、乃木坂ってどこから乃木中まで約7年間本当にお世話になりました、うんうん、でバナナマンさんにも感謝、はい、ちゃんと言っといてなんで7年もだってそこで噛むいや本当バナナマンさんにも会えて嬉しかったです、うん、本当に7年間ありがとうございました。はい、ありがとう、お疲れ様でした。お疲れ様でした。私が初登場があの10枚目の選抜発表の時だったんです。10枚目の選抜の時だった、うん、その時に初めてお会いして、うん、それからなんかずっと収録の時とかはもうバナナマンさんがすごい面白いから本当に収録も楽しみだったし、すごいいい思い出になってます、見てくれた皆さんも本当に、4年間ありがとうございました、うん、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。はい、お疲れ様でした。どうも2人とも卒業おめでとう。